なたちゃん幸せだな。お天気もいいし、風も気持ちいいし、あなたもいるし。お、気づいちゃいましたか？それ、かなたちゃんの新作レシピ。あなたのお口に合ったなら、かなたちゃんますます幸せ。そんなこと言わないで。今日はかなたちゃんが誘ったんだから、おもてなしされててよ。そういう分かってないあなたも好きだけど、ちゃんと説明させて。かなたちゃんね、あなたに言われなきゃファンクラブ作ろうって気持ちにはならなかったと思うの。でもあなたの言う通りにして本当に良かった。すやすや実況も夢の世界のライブもすっごく楽しかったんだ。これってファンクラブがなかったらできなかったことでしょ。かなたちゃんがますます楽しくなるような場所を作ってくれたあなたには本当に感謝してるんだ。やっぱりあなたの功績じゃない？まあいいや。とにかくかなたちゃんはあなたにありがとうって伝えたいし、今日はおもてなしをしたいのです。だからお弁当の後はデザートだよ。ひひ、張り切っちゃった。はるかちゃんもびっくりしてたよ。デザートまで作るなんていつもより気合が入ってるねって。だってかなたちゃんにとって今日は大切なおもてなしの日だからね。よろしい。じゃあかなたちゃん特製シュークリームも食べて。生クリームとカスタードの下にはね、そう、プリンを忍ばせたの。おいしいものはたくさんあった方がいいもんね。さあさあ、かなたちゃんのおもてなしを味わって。